女優伊藤沙莉の恋に暗雲が。脚本家蓬莱竜太氏との熱愛を認めたばかりのタイミングだが、週刊文春が蓬莱氏と女優鈴木珠代との密会を報じた。鈴木は、NHK 連続テレビ小説、マロ天下で錦織綾役を演じて注目を集める新進気鋭の女優だ。報道によると、蓬莱氏と鈴木は二人きりで食事した後、鈴木の自宅マンションで夜を過ごしたという。週刊文春の取材に対して、蓬莱氏は、家で飲み直した、鈴木は、酒抜きで会話していたと答えている。蓬莱氏自身はあくまで、鈴木は飲み仲間と説明しているが、大ブレイク女優の伊藤と恋人でありながら、気鋭の朝ドラ女優とも親密に付き合うとは、なんとも華やかな人間関係だ。蓬莱氏とは一体どんな人物なのか。蓬莱氏は1999年、舞台芸術学院での同期と劇団モダンスイマーズを旗揚げ。同劇団の座付き作家を務めながら外部公演も手掛けて、第53回岸田國士戯曲賞をはじめ数々の賞を受賞してきた。近年は、ピース又吉直樹の小説を原作とした映画、劇場の脚本を担当したことでも話題になった。劇場には伊藤も出演している。ある舞台関係者が語る。蓬莱さんは、間違いなく才能ある脚本家です。伊藤さんも彼のセンスにぞっこんで、作家に蓬莱さんが作演出を手掛ける舞台、首切り王子と愚かな女に出演した際は、蓬莱さんから生まれた言葉を自分の口から出せることが嬉しいとまで語っていました。ファンタジーの経験はそれほどない伊藤さんですが、とても良い演技を披露しており、きっと脚本に惚れ込んでいたのでしょうね。伊藤と蓬莱氏は、首切り王子と愚かな女をきっかけに急接近したとされている。鈴木亮平、天海祐希など蓬莱氏の才能を称賛する役者は多い。舞台関係者は、才能豊かな方だからこそ、蓬莱さんは46歳で離婚歴もありますが、非常にモテます、とも話す。フライデーによる熱愛報道を受けて、伊藤は4月12日に、彼からもうアプローチっていうのは、お互いにってやつですよ。ひとまず、温かく見守っていただけると幸いです。ハッシュタグ18歳差。と幸せそうにツイートしていたばかりだった。それだけに恋人の二股疑惑が浮上し、心配するファンも多いことだろう。実は伊藤は、過去にダメ男好きを告白していた。過去に出演したバラエティ番組で、ダメ男好きでしょと聞かれた伊藤さんは、そうですねと答えていました。サバサバして見えますが、恋愛に関してはウエットな性質みたいですね。ダウンタウンナウで、歴代彼氏に、明日私が死んでも後悔しないくらい愛してと伝えてきたエピソードが明かされました。ただ、そんなに相手を束縛するタイプではないようです。同じ、ダウンタウンナウで、相手を束縛はしない。自由にやってもらっていいけど、自由にも限度はある、とも語っています、と芸能記者は話す。今回の二股疑惑は、伊藤の限度的にはセーフなのか、アウトなのか。ご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。